こんにちは、Bレジェンド田中です。今回はベンチプレス前に絶対やるべきストレッチについてお話したいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひご確認ください。今回はベンチプレス前に行っておくべきおすすめのストレッチをご紹介したいと思います。以前ベンチプレスで肩を痛めた時に見直すことっていうところに、柔軟性という要素が入っていたと思うのですが、この柔軟性を高める目的のストレッチ、またはウォーミングアップにも使っても良いストレッチというのがありますので、ご紹介しますのでご確認ください。それではストレッチ始めていきたいと思います。まずは大胸筋ですね。胸の筋肉を伸ばしたいと思います。ストレッチは今回は壁を使いながら行っていきたいと思います。まず壁に手をついて固定します。このまま体を前にぐーっと押し込んでいくようにします。で、この伸ばす時に肩関節だけぐーっと前に突き出てる状態を作るんじゃなくて、溝落ち突き出しながらぐーっと、肩じゃなくて胸が伸びるように胸を突き出しながら行うようにしてください。はい、これ大胸筋のストレッチなんですが、肩の高さに今手を合わせて伸ばしているんですが、手の高さ変えて行うと伸びる筋肉の位置も少し変わりますので、高さを高くしてぐっと体を前にずらしていく。そうすると大胸筋下部が伸びますし、手を下の高さにしてぐっと伸ばしていくと上部が伸びるようになります。反対側も同じように肩の高さ、高い位置、低い位置と伸ばしていきます。これがまず大胸筋のストレッチになります。先ほどは腕を伸ばしながらストレッチを行ったんですが、肩が内旋という前に入っている状態になって肩を痛める方が多いので、中に丸まった状態から外に回した状態をしっかり作れるようなストレッチもやっていきたいので、小指が壁につくようにして肘が曲がっている状態にしてぐっと伸ばします。これ大胸筋のストレッチだけじゃなくて、こう外にねじる動きもストレッチで入っていきますので、これも90度ぐらいに曲げて小指で固定する、小指を壁に押し付けながら伸ばすという、外旋ですね、外旋という動きを意識したストレッチも行っていきます。次は広背筋ですね。壁に両手をついて、でこのまま少し足を引いて溝落ちを突き出すようにぐーっと体を沈めていきます。脇の下、広背筋あたりが伸びるようになるんですが、この状態で溝落ちを突き出すようにします。よりしっかりやるんだったら重ねた手の位置も入れ替えながら行うと良いでしょう。で、ここでもう少ししっかり伸ばしたい場合は、壁についた手は固定したままで体幹部を少しくの字にする、横にねじるとさらに伸びます。今度は、肩甲骨を前にずらしてくる筋肉ですね、ここも伸ばしておきます。手のひらを壁に当てて肘を張った状態でぐーっと体を前に突っ込ませます。そうするとここが伸びるんで、肘を張って手のひらを当てて押し込むようにすると、肩甲骨を前にずらしてくれる筋肉を伸ばしました。ベンチプレスっていうのはですね、台に寝た状態でブリッジを組むので、太ももの前とかですね、腸腰筋っていうところが硬いと、なかなかこう足がしっかりグッと下ろせない、ももの前が突っ張った状態になるので、ここを伸ばしていきたいと思います。まずももの前を伸ばします。足首や足の甲を掴んで太ももの前を伸ばすんですけど、
この時にですね、太ももの前が硬い方は膝が軸足より前に出ちゃうと思うんですけど、腰は反らさずに軸足よりも膝が後ろに行く状態を作れるような柔軟性を目指してください。反対も軸足よりも抱えた足が後ろに行く柔軟性を目指します。まず四頭筋、太ももの前を伸ばしました。次もベンチ台に寝た時にブリッジを組みやすくするためのストレッチを行います。腸腰筋という体幹部と下半身をつなぐ部位のストレッチになります。片膝立てていただいて、ここからですね、腰を反らさないように体を前にぐーっと突っ込ませていきます。でこの時に腰自然に反ってくると思うんですけど、腰反らないようにキープして、で今ここが足の付け根ですね、付け根が伸びている状態になります。ぐーっと体を沈めていくという形になります。まあ、ここが伸びました。膝を立てた状態で、この時に腰反りやすくなるんですけど、腹筋を使って腰少し丸めて、ここに伸びる負荷が集中するようにします。体を前に沈めていって、足の付け根が伸びるようにします。以上が腸腰筋のストレッチです。次は体をねじることで、胸椎ですね、背骨の胸の高さを伸ばします。両膝を曲げて、手を肩の高さで前に出して合わせます。ここから手を開きながら、反対側の床に手の甲がつくまで回します。この時に床側の手と膝が床についた状態ですね、固定して高い位置の背骨だけで体をねじれるようにしていきます。反対側も同じく膝を曲げて床について、手を前に出して、床側の手が下についたまま体をねじっていきます。この時に曲げた膝もなるだけ浮かないようにしながらねじっていきます。上背部使ってねじっていくことで胸椎が柔らかくなって胸がしっかり張りやすくなる。そのための柔軟性、動かしやすさを身につけることができます。ベンチプレスを行う際にはやはりこう肩周りの筋肉、背中の筋肉が柔らかくないと怪我につながってしまいますので、しっかりストレッチを行いながら怪我を予防してしっかり強くなっていきましょう。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、動画の概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。